皆さんいつもありがとうございます。J セティグレグリスタディムですね。これは8月中旬ですけども、ちょうどお盆連休に入る前ですけども、今週またショッキングのニュースね、もうこの間配信したように、旧統一教会問題とか、この自民党の種明かしですね、もうすごいもうこんなにこの問題が報道されるのはもう思わなかったですね。もう素晴らしいディスクロージャーですが、岸田政権も結構汗かいてるんですね。なんかその中でやっぱり改めて一気にまたカメラがアメリカの方に戻って、FBI が無断にトランプ旧大統領元大統領にの大きな別荘というかリゾートフロリダ州南部の、ところに入り込み9時間の徹底的な調査でトランプの弁護士さんたちも一切対応しない受け付けない、妨害してこれですね、まあ、結構想像絶するようなニュースがもうこれから次から次へ来ますのでその対応の仕方はやっぱりなるべくニュートラルですね、まあ、こういう今回のトランプの件では結構ワクワクで、まあ、理屈的に分析するよりもまずこうとにかくこの今からダメだとか今までこれ皆さんいろんな不満を持ってね変なバイデン大統領はああだこうだとかアメリカの実態のあり方によってこれ今日本のね今また物価高とかその世界経済ウクライナの情勢とかねいろいろそういうもの、ね、ネガティブなものが積み重なってるんだけども必ずこれでも大きなまた突破口に向かってると、私もずっと言い続けたし、やっぱりこうショッキングのニュースが言い悪い関係なくこう俯瞰して引いたところで向いてるといいですね。この宇宙人がそもそもそうだし、いや本当にいいところまでも来てますね。そこでね、一つでちょっと注意したいっていうか、絶対リピートしたくないのが、また2024年の選挙、もう米大統領なんてもう、これももちろん大事の3次元のこのディスクロージャーの整理も大事だけども、全然アセンションの変化もそれよりもはるかに大きな枠で大きなスケールで行っているのでせっかくこの宇宙人コンタクトか高次元宇宙ファミリーがと直接の触れ合う時代になっているのに一個一個ねこの3次元の世界にチェックしながらもうそこにかなりこう機能漏れというかエネルギーの方がもったいないですね。なのでぜひその3次元が消えかけているノイズに振り回せずに喜ばしい進化とかほら言ったっていうねそういうとにかくディスクロージャーのプロセスも必ず面白いと形でも出てきますから楽しくそれを見守っていきましょうね、はい、あとそのニュースがあった時に皆さんトリガーされてるかされないかって自分のセルフチェックもしたらいいと思います。このニュース聞いて自分の体のどこが、ね、実際に反応してるかとかそこでもしムズムズしてるとか場所があったら結構びっくりするところでもあるんですね。腕の裏とか首元とか胃腸とかねその第三者これこの場所を今度何かそこのニュースで反応してることがあるのでそのニュースの名前とかその前後の情報とかいろんなその形を忘れてこのトリガーに意識を向けているといいですね。そのトリガー今度特定してるから特定してるトリガー今度そこで簡単に外せるんですね。根元から取り外すこともできます、ぜひすべてのことが必然に起こっているのでこれからまたどんどんこの進化が活性化しているので皆さんもこの次元 の時間の狂っている感覚もたくさん体験していると思うし時空がこうフィックスしないねもうすごくおかしい不思議な感覚になっている 日が増えていますのでその感覚ねまずかすかのシグナルをこうずっと集中していただければどんどんそのボリュームを上げていきましょうね、はい、今までの3次元はノイズと新しい宇宙のシグナルニューアースのエネルギーとかこういう高次元波動が美しい音楽だけどもまだまだ音量が小さいんでそこをガーッとどんどんそこに向けるほど増幅することができます。そこは今から我々、アセンション ET コンタクトスピリチュアルに取り組んでいる日本の皆さんの課題だと思います。はい、ではオープンハート、オープンマインドで言いましょう。また次回までよろしくお願いします。